毎回のように、夜勤明けとか、オールしてきたのとか、疲れてるねとか言われますね。クマすげえなとは言われないですよ、それは初対面の人には。でも、やっぱり、絶対そういうことじゃないですか。はい、モテモテになって最高の人生にします。お、一応もう一回言っていいですか、ごめんなさい。自身の熊に悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニックゴリラクリニック。カウンセリングにて現在の状態を見てもらうことに。いつぐらいから気にされてましたか？中学生ぐらいの時から、多分もともとなんですよ、気になったのが中学生、もともと色白いので、クマの状態を先生に見ていただいて、はい、クモクマといってですね、構造的なくぼみから影ができてしまって、はい、影になってしまうので、黒く見える。血流が悪くなる、例えばそのお仕事でお疲れになっていて、周りのですね、血流が悪くなってしまうことで、こう青く見えてしまう。その刺激によって、例えば擦ってしまったりだとか、一時的に茶色くなってしまったりとかってあると思うんですね。緊張しますね。大丈夫です、リラックスしていただいて。あったかいですね。あったかいですね。はい、暑い感じってならないですね。ちょっと暑い感じしますけど、でも大丈夫です。これもう良くなってるんですか？ん？もう良くなってるんですか？あ、結構、血行は結構良くなってなって、ごめんなさい。冷やしたり温めたりを繰り返すんですよ。代々引き継がれている技ですね。嘘つけ、絶対。ちょっとマジで俺より面白くなるのやめてください。気をつきます、以後は。代々やってきた。嘘つけ、嘘つけ。思い出したかのように代々って使いやがって。え、もう終わりですか？終わりました、お疲れ様でした。早い。ちょっとね、保湿させていただきますね、はい、化粧水だけだと保湿効果少ないんですよね。え、そうなんですか？うん、その上から乳液で蓋をするように。大丈夫ですか？いや、ずっと大丈夫ですよ、俺は。あ、本当に、あ、本当にちょっと血行促進されてね、はい、ホテホテしてるよ。クマの部分が、ね、腕は確かなんですね。そうなんです。